はい、にゃんにゃんぺこりん1号プロボーラーののりちゃんです。はい、こんにちは。おにぎり、具は明太子ナッツのプロボーラーここまゆきです。よろしくお願いします。うん、めちゃめちゃ完璧でした。やった。過去ゲストの中で一番こうちゃんとできてた気がする。よかったです。はい、というわけで今回はのゆいの前の時間にいつも M2 モンスターでライブ配信してる国防ミキプロにゲストでお越しいただきました。ありがとうございます。皆さんまたコメントとかね、どんどんお願いします。いきなり喉が渇いちゃった。私も飲んでここ。そう、ミキプロあんまりね、そのこういうコラボとかがないからすごい珍しい組み合わせだと思う。しかも、なんだろう、なんか2人でっていうのが、多分未知の世界というか。未知の世界。私も知らないこといっぱいあるから、もういろいろね、聞き合いたいと思います。お願いします。すごくコメント、早速来てます。はい。あ、国語プロ、今夜は続投お疲れ様です。そう。さっき M2 をやってからの、のゆい。2時間。2時間ライブ。ありがとうございます。和田さん、こんばんは。これは超意外な組み合わせ。せっかくなのでお互いの印象を聞かせてください。おー、いいね。おー。じゃあ、ミキプロから、なんか、印象。そうですね。もう最初見たときに、なんだろう、でも最初っていうか、その前に PD が、アマチュアの頃から PD が、そうだそうだですよね。 PD がだったのを見て、うん、そのがアマチュアでその PD がっていうのがすごいなって思ったのと、あ、オーディションとか受けてなかったの？いや、受けてないんですよ。もう恐れ多くて受けれなくて。あ、なるほど。私も何も分からずラストぐらい受けなくて、でも、うん、でもその頃からもう派手な印象がすごかったんで、あー、確かに、なんだろう、自分も派手好きだけど隠してた派手好き。あ、そうだね。最近こう現れてきたもんね、髪、去年ぐらい。そう。それまでなんか、まあ、金髪だったけどボーイッシュ系な。そう感じ。そうなの。なんかもうのいちゃん見て、あ、もう私もいけると思って、私もやろうって。派手髪でも超可愛い。今日もね、同じシルバー系の髪の毛で。シルバー。そう、皆さん。派手髪。一番最初に会ったのは、はい、プロテストの時かな。あ、そうですね。そうです。一期先輩なんだけど、私も受けてて、私落ちちゃったんだけど、その時に多分会ってるはず。あんまなんか覚えて、緊張しすぎて。そうだ、でも、プロテストの時の印象はないかも、あんまり。ね、絡んで、全然絡んでない。うんうん。あの時は誰と行動してたの？あの時は、沖縄の玉木プロ。あ、玉置プロギター。そう。玉置プロと、もともと師匠が一緒でっていうので、一緒に行動してた記憶が。めちゃめちゃ遠いのに。そう。最近あんま試合出てない。そうですね。なかなか、うん、確かに、あんまり見ないかもしれないです。私は、しーちゃんと2回目は一緒だったから、絡めっかなかった。私の印象は、やっぱ、とにかくもう、元気な。でも最初めちゃめちゃボーイッシュだったから、まあ、かっこいい系、小林あゆみプロとかあっち系のイケメン女子プロ系の印象だったけど、さっきも皆さん見てください、このメガネ取った姿、初めて見た方もいるじゃん。めちゃめちゃ可愛いんですよ。そう、マジで可愛い。なんかのそう SNS で初めて見て、ギャルメイクのこの方がマジで好きで、もうチャレンジとかも全部これでもっと行ってほしい。そう、毎回でもね、一緒にちょっと、毎回そう、なんだろう、一緒にコラボした時に、あれ今日メガネだ。そう、この超可愛いです。ありがとうございます。ね、そう、ギャップがすごい。今度メイク講座しましょう、一緒。あ。いや、でもすっぴん無理です。すっぴん無理。あ、ここでもうやり合うみたいな。
え、ま、やり合うプロ、ま、結構ガッツリやってるってことだね今日。いやでも、ま、これは松江くんだけど、あ、松江くん LINE とかは結構引いてるかも。どうも真っ黒今日恋同士で恋同士ですごい、はい、すごいコメントありがとうございます。すごいいっぱい。今回の配信のきっかけはこれはね、昨日あのチャレンジが一緒だったんですよ、ジョイナスボール加藤さんで。そうで、そこの控え室で、あ、ねそう、よかったらやろうそう本当はなんかプロテスト組とかもちょっと考えてたんですけど、やっぱプロテスト中だからね。でもずっとコラボしたかったからめちゃめちゃ嬉しい。あー、よかったです、ありがとうございます。ね、やったすごい。ノイユイミキティ、まあ、そうだね、ノイユイミキティノイユイミキティ、まあ、ノイミキとかで、今日はノイユイミキティとかノイユイミキとかでタグ付けでお願いしますハッシュタグノイミキ吉成さんはさっきも言ったのかな、はい、こんばんは、またお会いしましたね。こんばんは。あ、スパチャいただいてます。山根さん、素朴な質問ですが、公式戦で同じボックスになったことありますか？あれ新人戦？え、違うかな、新人、あんまり、あんま、隣さんが近いイメージあるけど、同ボックスってあんまり、あんまりない気がする。まあ、この前のランク、あったなかったっけ、ね、オールスターは戦いだから1回なって、あったっけ隣が結構強い。なんかいつも確かに。ああ、隣ね、いつも最後の方でこう、バーンってこう打って、入ってます。すごいなと思って見てるイメージ。一緒か。うん、あったかな、新人戦だったかな、うん新人戦、新人戦の時に一緒になってないかな記憶が新人戦もう 4,5 年前ってことだもんねもう記憶が、今までの記憶がもうあ、昨日トゥーナス来てくれた人も結構コメントいただいてます。ありがとうございます、ね、ありがとうございます。2人は各番組のボケ担当なのかな、えボケなの、え、ボケ、え、ち、え、なんか基本的にそう、ミサトが基本司会をしてるから、あ、テイク、確かに司会なイメージ、ミサトちゃん、そう、突っ込まれる、よく私、ゆいちゃんに突っ込まれるかなボケボケボケだったらやばいね。そうね、ボケボケだとまとまらないね。じゃあ私今日突っ込みました。お願いします。あ、そう、くまちゃん、かったぎりさん、昨日ね、グデパパさん、昨日来てくれたメンバー、コメントありがとうございます。あ、ゆっきーも来てる。ありがとう。ゆっきー。山本さん、ミキプロさっきは途中で寝てごめんなさい。寝ちゃった、リスナーさんだったの寝ちゃったんかいあ、知らなかったんだ。知らなかったのコメントだから。ほら、メガネかけない方が良いですもん、コメント来て。お、ありがとうございます。やっぱりメガネする方が投げやすいってこと？お、いや、あ、そうなの。あの、メガネの方が投げやすいのと、うん、コンタクトだと、うん、もうアプローチ、やっぱ神経系で見てるから、目が乾く、乾いて痛くなって頭が痛くなる、痛くなるコンタクトある。でもそうそうそう、いろんな種類試していくうちに一日中つけても平気なのとか結構やっぱあるから、うん、試した方がいいかもしれない、私あの増若翼ちゃんのすーちゃんのやつはもう一日つけてても全然平気、うんうんうん、で全然痛くならない、全然なんなくて、それだけ、それ以外のは結構痛くなっちゃうんだけど、ミルキーなんとかってやつだけは、
よいいから試合の時は絶対それつけたい。ちょっと今度私今これ使ってるんですよ、ちょうど近くにバンビシリーズ。それの剃りたくならないんだけど、剃りたくなっちゃう。そうこれもね、なんか目乾いていたくなっちゃう。乾きやすいのかな。ねえ、もうカピカピなの。で、ずれて痛くなって、あと守りたくなる。確かに、ボーイング中にそれが起きると最悪だもん。全然スパッと見えない。じゃあ、まあ、でもね、テレビ放映とか、だから、準決勝まではメガネで行って、最後の決勝とかに行った時に、いきなりコンタクトにして、こう、おお、誰みたいな感じで、いつか出てます。優勝決定戦だけなら30分ぐらいならいいけど。いいかもしれない。絶対。すごい。いっぱいいっぱい視聴されてます。すごい。ねえ、150人ぐらい来てくれてありがとうございます。さっき素晴らしい。明日チャレンジありますか？ね、ゴールデンウィークのチャレンジはやっぱり結構、ね、中止ニートでもマジできついですよ、ブロボーラみんな支援してってそう、もう去年もさ、ね、4月5月とかもずっとなかったから収入がやばかった、ね、だけどみんながね、Tシャツとか買っていただいたおかげでそういうのでやっぱりちょっといただいたりして、めちゃめちゃ助かってます。ね、M2 もあるもんね、あの、黄色いやつ。ね、M2、うん。今日は来てない。今日ファイティンだけど。今日ファイティン。真っ黒だった。おー、すごい。あ、ノイユイモンスターいいね。ノイユイモンスターいいかも。ちょっとコラボしましょう、コラボ、コラボ。ノイユイがモンスターみたいじゃない？ M2 が消えちゃってる。4人コラボも本当にやりたい。ねえ。さっき話してたんだけど、そう、ミキちゃんがあの、ランクシーカーゲーム皆さん見ました？私もさっきね、気づいて、さっき初めて見たんですけど、ボンバーマンをやるみたいな動画をね、やってて、さっき見た感じめちゃめちゃ面白いんですよ。出るかな。めちゃめちゃ面白いですこれ。いやこれやばい、ちょっとこの放送が終わった後見に行って。これゲーム全然やらないの？全然やらないの。ゲーム機は持ってないってこと？持ってない。あ、持ってない。でもそんな感じも、そんな感じが出てこれを4人でやりたい。いやもう絶対私自滅するか、なんだろう、多分チームのミサトの、なんだろう、チームのミサトも多分ボンバーしちゃうと思う。勝てるな。ゆうちゃんがどれくらいかわかんないけど、そこまでやばくないと思うんだよな。ちょっとランクシーカーさん、これお願いします。ここで2人対決やりましょう。いや、それはちょっとやりたい。でも、モーテツも普通にやりたい。あ、やりたい、やりたい。モーテツと、モーテツ対決と、悲鳴です、それも。あ、ボーリングさん、動画編集してたら出遅れた、ミキティー、ありがとうございます。おーちゃん、ありがとう。動画編集ってなんだろう、 YouTube やってるのかな、ねえ。萌香ちゃん推しのねえ、萌香ちゃん、萌香ちゃん大好き、激推し神様。あ、もう手つけてる。そこでは私が出てたやつだったんですけど、これ優勝したやつですよね。そう、優勝した。ねえ、いやもうやりたい、ぜひ。私こういうの多分苦手だって思っちゃったんだけど、本当にみんなが、まあ、ちかちゃんがついてなくて、かえでちゃんはいきなり賭けに出ちゃって、でゆっぴーはもう多分もっと苦手なのかな。相手に恵まれます。いやちょっと今度対決しましょう。ねえ、ゲームやりたい。あ、花田のりこさん、二人のお茶代いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、花田さん。結構高級なお茶だね。高級なスタバ飲める、スタバ。スタバ代ありがとうございます。めっちゃ喉飲んでるから今日。なんか今日めっちゃ喉乾燥する。
面白い。すごい。久保プロは松島直美さんに似てきてるな。松島直美。渡辺直美じゃなくて？渡辺直美には似てない。松島直美綺麗系ですか？可愛い系ですか？あ、オセロのだ。わかるわかるわかる。綺麗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 。え、ちょっと中島さん、綺麗乗せてくれ。出ないから松島さん。もうめちゃめちゃ寄せてくスタイル。松島直美乗せてください。出るかな。あ、オセロって知らない？え、オセロわかんない。女性二人組のお笑い番組。あ、これジェネレーションだ。え、オセロ。え、オセロ。オバマ、オバマじゃない。オバラ。クワバタ。それクワバタオバラ。オバラじゃない。クワバタオバラ。違う。もうちょっと前なんだ。でもね、綺麗。でも似てると思う。もう私が見てた。わかった。ね、分かった似てるわ。分かった。うん、似てる似てる。似てる。うん。まあ、髪色もあれかな、明るいかな、目がこう、シャッて。もうちょっとクール系でいかないと。今の数クールだったね。そんなにクールじゃないんだよな。そうなんだ。女性芸人昔全然いなかったけども、オセロっていうイメージだった。オセロはすごいテレビに出てるイメージ。でもなんか、結構松島さんは司会とかやってたかな。あ、そう、ね、オセロやめた後もあれ黒い方はどっか行っちゃったんだよね。黒い方なんかあった気がなんか病んじゃったなんかそうなんかあった気がするなんか大変だった気がする。あ、愛ちゃんいつもありがとうございます。コロナが落ち着いたらノイ&M2 モンスターのチャレンジみたいな、めちゃめちゃいい。スポルトでやりましょう。絶対やろう。2対2。あ、でも待って強いな。練習しときます。でちょっとランキング的に、いや勝負しましょう。確かに。愛ちゃんお願いします。負けたらコスプレ。あ、めっちゃ。でも私何のさ、みんな見慣れすぎてさ、レア感ないからマジで頑張っ、まあ、ゆいちゃんはしないから。待って、じゃあノイちゃんだけ違うやつ。違う罰ゲームでした。違う罰ゲームで、他が負けたらコスプレ。コスプレ。じゃあメイドさん用意しておきます。メイドさんブリブリ系やってほしい。大ちゃんお願いします。とお願いします。罰ゲーム用意するんで。あ、腹筋もありがとう、いつも。めったいけど支援を。ノイモンスターってノイちゃん、ユイちゃんの二人がモンスターみたいな。そう、それな。M2 がいなくなっちゃうね。ノイユイモンスター。あ、メガネ屋さんからコメント来てる。3。あ、読めない。3。3? やばい、これ読めないやつだ。ボーリングさんの下のやつ読んで。ボーリングさんのスパちゃんの下。あ、酸素進化性、透過性透過性の低い。読めたとしても何かよくわかんないよね。そう低いコンタクトは長い時間装着できないからきついかも。ってことはこれ酸素透過性がない。低いもう。ちょっと、坂井さん、ミキプロにおすすめのコンタクト今度差し入れしてください。はい、ぜひカラコンで目ん玉ちっちゃいんで。カラコンのやつでお願いします。酸素透過性。あ、酸素透過性で合ってるみたい。あ、合ってる。それはでも何なのかよくわかんない。確かになんか透明になるのかな。あ、でもメガネ派もいる。両方だね、やっぱり。メガネでたまに撮るっていうのがやっぱギャップもね。ギャップかな。だからね、両方だ。両方で。あ、でも、決勝行った時はマジで、ちょっと、コンタクトにいきなりなってほしい。私、用意してるから、こうやって。こうやって、フェンス。
バズるかな、絶対。あ、そう、つけたわ。そう、この前ね、あの相模原パークレンズさんで、うん、バースデーチャレンジをやってもらってで、あの中里さんがノイノリで、もう誕生日だったからノイノリバースデーって感じでやらせてもらったんだけど、うん、初めてコンタクトを入れるみたいな、中里さんがで、青い目にするためにコンタクト入れたんだけど、すごい大変で、あ、そうなんだ。でもその時の動画をね撮ってて、それがめちゃめちゃ面白くて、もしかしたらなんか YouTube にアップされるかもしれないいくつなんだろう今。なんか生アキプロとかに70歳おめでとうって誕生日もらいましたね違うって書いてあったもんね、もうちょっとあれかな560として、560で初めてのね、コンタクトって絶対って、も確かに。そう、それで入れるのがすごい時間かかっちゃって、第2部のシフトが30分押しちゃって、お客さんめっちゃ怒ってすいませんでしたの、参加してくれてた方。やばー、コンタクト入れるのです。コンタクト入れる練習だね。してから行けばよかった。もう、あ、なんか60代だと思いますって。あ、ごめんなさい。60代か。すごい。すごい、180人。すごい。ね、ありがとうございます。皆さんすごい、このプロに質問です、やっぱりファイテンっていいですか、うん、とかも来て、ファイテン来てるからかな。ファイテンいいですよ、ぜひ皆様。なんかファイテンのネックレスとかをすると、ネックレスして寝るのとしないで寝るのと、じゃあ体の疲れが違います。あ、寝てやる、私もお客さんにもらって、うん、寝るときもつけるんだ、肩こりがどうする、寝るときも絶対つけてる、もう疲労感が、次の日の疲労感が全然違う。なんかさ、私すごい疑い深くて、あの夜間こうやるやつとかあるじゃん、こう、あこうなんかこう持ってで、ファイテンとかをつけてやると軽いとかあれがちょっとなんかね、すごい、そう、まあ、ファイテンはいいんだと思うんだけど、なんかね、そう、すごい疑っちゃうタイプで変わりますかって言っちゃうダメなタイプ、嫌なお客さんのタイプ、なんか疑っちゃうえ、みきちゃんも軽いみたいなタイプ。いやでもあれは重い。あ、重いよ。重いよね。いや、こう重いけど。そう、あれは重いけど、まあ、クリームだったりとか、あ、そのクリームちょっとマッサージしてたり、すると、まあ、多少ね、昨日多分もちろんだと思うんだけど、多少変わるかなっていう。あー、クリームめっちゃいい。ね、クリームはちょっと疲労が取れる。うん。しかも、ちょっとっていう。ひどい。褒めてファイテンめっちゃいいです。でもいいです。もうめっちゃいいです。愛用してるんで、私は。そうだよね。めっちゃだって、ネックレスに T シャツに。そうそう、ジャラシャラファイテンですから。あ、すごいめっちゃ好き。でも、夜間重いな。そう、夜間重い。もうね、ゆいちゃんは多分、すごいそういうのね、本当に軽いってなるタイプ。うん、で、あ、そうなんだ。で、特にダイエット系のことに敏感でそうなの、なんか耳つぼで痩せるんですよとか言って、なんかすごいもういっぱい騙されて、結構高い値段で買わされてる話を聞くから、そう、あんなにしっかりして私は騙されませんよって感じなのに、すごい騙されると思う。そうなんだ。あ、でも最近は断食とかして本当にダイエット頑張ってるからすごい痩せてるんだけど、耳つぼとか、うん、そう、わけわかんない飲み物とかはちょっと心配。みさとちゃんもなんか疑い深そう。でも、ああ、みさとちゃんは騙されそう。信用するタイプっぽい気もするけど。なんか私はちょっとみさとちゃんはちゃんとこう考えそうな、そこのイメージ違うね、なんか。なんかじゃあ今度ちょっとこれ痩せるよとかって、これ痩せるかもしょとか、これいいかも。騙しちゃってます。騙した。騙しちゃおう。じゃあ私、みさとちゃん騙すから、ゆいちゃん騙してほしいな。そうね。ちょっと私、ゆいちゃん騙します。
ヘイちゃん騙されるからチョロいからいやめちゃくちゃ難しいと思うんだよな面白すぎる書いてる人いるけどゆいちゃんみさとちゃんのコラボもね見たいねあー確かにね確かにないかもゆいちゃんゆいちゃんみさとはなんか新鮮かもだからのいちゃんみさとはなんかなんだろう一緒にやっても違和感っていうか、うん、なさそうだけどあの師匠が金太プロでお互い一緒だからみさとちゃんが学生の時から結構会ってたんだよね奈良に行ってたからでショップやってる時からだから、うんうん、そう絡みが結構あって、うん、で一回個人的にもカラオケとか行ったことあって、うん、そう遊んだことも、うん、めっちゃ歌うねうまいそううまい本当にかわいいかわいい声だしねかわいい綺麗系のそうサワディ系そうカラオケバトルは勝てないな多分対決はいやもう本当にミキちゃんの聞いたことないいやもう私はただ声量があるだけの音痴ですあごめん声量すごそう声量あります誰も負けない自信があります声量あるけど音痴です音痴なんだあじゃあちょうどあダメだミサトちゃん点数高いもんなえ何点ぐらい出るのえ何点ぐらいダムねダムえ何点ぐらいだろう80点出る8えでも8何点だろう、80以上かなあーじゃあゆいちゃんと同じぐらいかもしれないしたらちょっと勝負きつって 85? 割とうまい割とうまいちょっと今度カラオケ行きましょうカラオケ行きたいえどういうの歌うの好きな歌詞とか私 K-POP が基本的に好きで、そうだ K-POP を知って、そう K-POP、うん、まあ、AAA、あとなんだろう最近アンパンマンマッチにハマってます。アンパンマンマッチ、アンパンマンマッチカラオケで歌うの聞いたことない。もう真剣にアンパンマンマッチを歌ってみたっていう題名でめっちゃ真剣にアンパンマンマッチ歌った、そうだみたいな。嬉しいんだぜ生きるよと思う愛でもあの歌詞結構悲しいよなんか愛と勇気だけが友達さ結構歌詞なんか病んでる、はい、もうちょっと今度行きましょう行きたいあ、オセロの話もちょっと書いてある。お。お。お、なんか真面目な質問で、うん。プロテストを受けてる人で2人が注目してる人はいますか？ああ、私はもう今回から知り合いがすっごい出てるから、注目だらけ。まあ、ユリポン、強ポンすぎないでも。強ポンすぎるね。強ポンすぎる、確かに。マジでユリポン、やばい。今回、左が結構強くて、まあ、清水プロとユリポン、二、うん、人強いプロがで、ね、二人受けるから、左のレベルも上がるなっていう。で結構、二人とも関東だから。うんちょっと楽しみ。もう今年入れ合いを受けてるの誰か。あは一応2時から私のセンターの、うん、あのセンターで、まあ、バイトしてる子が。おお。女の子が受けてます。おお。まだ16歳、7歳、8歳。あれ？2時からってことは免除って。前回受けたときに1時受かって2時で落ちちゃって、それで1時免除。もう2時も来週からだもんね。10代、すごい。若い子やっぱ多いね。若い。もうどうしよう。大丈夫。頑張ろう。あと、熊本美和ちゃん。うんうんうん。
の一次合格も本当に嬉しくて、うん、3回も落ちちゃってるんだよね。うん、で去年、まあ、受けれなくて、うん、コロナでなんか5年目っていうね。そっか、5年目一次全部落ちちゃってて5年目で一次やっと突破したから、うん、それはめちゃめちゃ嬉しくて、二次絶対頑張ってほしい。ねえ、頑張って。みーちゃんのすごいとこは、最近アイドルグループ、うん、バクステからイケハっていうちょっと変わったんよ、なんかチームが。だからその場合って曲とかも全部覚え直さなきゃいけないじゃん。そっか。そう、だからもうずっとレッスンとか覚えるために行かなきゃいけなくて、で、まあ、ライブとかもやんなきゃいけなくて、レッスン、ライブ、ボーリングの練習みたいなのを毎日毎日こなしてて、でも全然なんか疲れたとかなくて、こうキャピキャピキャピっていうのをずっとこう元気にやってるから、本当すごいなと思って。すごい、体力お化けだ。体力お化け。メンタルも強いし、すごい、素晴らしい。あとあの中村ひろみちゃん、うん、ローダウンの華奢なね、もう私が受けてる、あの47期の時もあれだよね、受けてたよね。あ、確か受けてたと思う。多分今回受けてる中で一番いっぱい受けてる。うんで1位やっとね突破できたから、ね、中村ひろみちゃんも本当皆さん頑張ってください。あとは、いっぱいいるもん。あやかちゃん、あやかちゃん。相手からね。あやかちゃん。頑張ってほしい。で、あの、今回、岩渕もあやかちゃん。最強から受けてたんだけど、ちょっと、残念ですごいへこんでて。でも私だったら、やっぱりちょっと、その、気を紛らわせるために、1ヶ月ぐらい遊んじゃったりする。うん。かなってところ、昨日も相手いたんだけど、練習もずっとしてて。来年頑張るんです。いやでも練習熱心なのは大事だ。ねえ、どれくらい練習ってどれくらいやってるの？なんか。でも練習も本当に一応月曜日はやっぱチャレンジ終わってだったりで、うん、月曜日休むようにしてて、まあ基本的に投げる結構まあ週投げるときは火水木で、金曜日も配信終わって投げに行ったりとか。おー、やっぱ投げ込んでる。そうですね、やっぱ投げ？投げる時って、一人、プロの練習方法をすごい聞きたい。でも私が投げる時は、まあ一人の時もあるんですけど、うん、まあもし大会間近だったりした時も含めて、まあ大会間近は、まあそのレインコンディションを引いて、ああ。まあ、師匠も同じその敷地内で働いてるんで、ああ、師匠と一緒に本当に意見交換しながら投げてるって感じかな。ああ、練習聞いてボールを選んだり作ったり、そうレンコンに対して、そう、最近はレンコンが早めに出るから、その点ではすごい。前出なかったよね、全然。そう、前出なかった。順位戦もいつも出てないけど、今回出るのかな。でも本当出てほしいね。でも前日練習とかやっぱ大事ってこと。まあでも確かに前日でも前までは結構私も朝から晩までずっと投げてたんだけど、なんだろう、さすがに試合の本当前日練習は朝から晩まで投げるのをやめようと思いました。あー、疲れちゃう。疲れも、疲労もやっぱり次の日から一発目ドーンって予選なのに、疲労もやっぱすごい取りきれないし、うん、なんだろう、やっぱ感なんだ、指もすごいやっぱ投げすぎてむくんちゃうって。ああ、じゃあパンプの時が特に長いじゃん、練習が。そう、あれもさ、ずーっと投げてる人もいれば、結構もう1時間ぐらいって決めてパッて終わるタイプなので、ヨララプロはもう全くいつも投げないイメージ。なんか先入観持ちたくないから投げないっていう思って、私いつも結構もう超がっつり投げるタイプ。あのこの前のオールスターも、もう1ヶ月レンコン北小姉坊さん弾いてたから、ちょっと練習めちゃめちゃ活かしてもらって、投げ込んだんだけど、まあ、当日とちょっとの違い、
そうね。でやっぱ捨ててあるじゃん。うん、それに適応できなくて、うん。そしたらやっぱりあんまり前日練習とかレンコン引いて、練習しないで、好きなボールだけ持ってって、こう合わせるぐらいのノリの方が、もうありなのかなとかも最近考えてて。ああ、でも、その手もやっぱあるし、私も結構がっつり練習、前日練習とかするタイプだったから、なんだろう。その時はやっぱ確かにその時はその時で考えるようにして、やっぱり何日か練習した中で、どっかしらやっぱ当てはまるとことかも出てくるから、そこをもう毎回メモる。ああ、メモる。今日はこの感じ、今日はこの感じ、今日はこの感じ、この感じってのを毎回メモって、今日はこのボールがあった、今日はこっち合わなかった、今日はこっちでもあったっていうのも全部こうメモって、あ、今日はこの日にハマったみたいな。そう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 。そのパターンでも、ね、練習大事だよね。いきなり。練習大事。やっぱり練習する、ね、してないとじゃ、多分全く違うと思う。なんかボールも、このレンコンのために作ったこのボールなんだ、このボールだって思うと、それを投げなければってなっちゃって。確かに、確かに私もそう。ハマることもあるもん。うん。そうね。いやもう去年特に難しいレンコンが多かったじゃん、すごい。うん、アパカップに。確かに、確かに。マジで難しい。確かに、アパカップ私も初っ端で200何点だった気がします。あの、2ゲームで。あ、最初どうだったで、3ゲーム4の字だった気がします。あ、私ね、3の字やっちゃったの。最後、テンパりすぎても。いやー、あれは病んだ。ね、難しすぎて。やばい。めっちゃいろいろ。お。すごい。また、フッキーから、スパチャ来てます。お今年も、再び緊急事態宣言でチャレンジ中止とかついてるけど、投げるペースが乱れて疲れたりしませんか？あ私、東京じゃないから、うん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 。前みたいにボーリング場がやってないとかはないから、投げれてはいる。うん、うん。だから、チャレンジなくなっちゃった日とかは、結構愛嬌行ったりして、うん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 、ボーリング閉まってるとマジできついね。確かに。そう疲労が半端ないと思います。すごい。いっぱいコメント来てますね。だからオセロの黒い方の話題触れない方がいいですって書いてた。LG のやつだった。ちょっと調べてみたの。オセロ黒で調べてみて。黒でちょっと見てみます。なんかやばかった気がする。カラオケ。めっちゃ調べない。カラオケの採点ゲーム。接待モードにすれば高得点出るらしいです。ある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 、知ってる。私それやったことある。なんかやってみたい。あ、私が知ってる接待モードは、うん、なんだっけな、こう途中で切れちゃうやつ。その採点があって、それの接待モードがある。絶対最後まで歌えるっていう。ちょっと、点数出して。うん、ガチじゃないと。ツイートします。いや、やりたい。カラオケも今行きにくいもんね。そうね、なかなかやっぱ飛沫うん。いそう、プロチャレで接待モードの時ありますか？それない、結構、え、ある？私も結構素なんで、あれですけど。やばいね、ガチで、ね、あの、チャレンジ、プロチャレンジアップしよう。こう負けたらさ、こう、もらえる景品がさ、結構豪華なところとかたまりない？あります、あります、あります。めっちゃ緊張するよね。いや、もう、出した時の、もう、なんだろう、疲労感絶望感絶望感。私一番やらかしたのが、
あの大阪の今度関西オープンやる、うん、やる牧野市のエンボールさんで、パソコンって負けると1000円なんだよ。やばいじゃん。でその結構多くて60人以上なんかいて、で私マイナス打っちゃって50人に負けちゃったの。あれはやばかった。5万円じゃん。ねえ、すごい。マジで謝った。ちょっとスタッフさん結構だってもうなんかうわってなっちゃってたもん。いやでちょっとやばかった。なんか1回目の時は所属のミオプロとダブルにしてもらって、そうで上限決めてもらってこう割りにしてもらった。え、なんかやばかったとこある？一番金券系のとこ怖くない？いや確かに金券、私もでもオレンジボールさんとかかな。あ、500円金券、500円とか。500円もでかいよね。でかい。でなんか結構、まあ、その時私もマイナスして大盤振る舞いした記憶もあります。オレンジはでもいつもみんな配ってるかもしれない。ねえ、なんかそんなイメージが、うん、なんかちょっと難しい。あ、ね、なんかうまいし、あいち打つんだよ。うん、すごい、もう200人、すごい。本当200人いっぱいいるから、ちょっとスクショタイムなんかしましょう。じゃあ、お、え、みきちゃんポーズってある？なんかないんですよ。でも最近、さっきも言ったんですけど、あの YouTuber の48さんっていうのがいて、48さんのそのメンバーに、うん、あ、あ、え、あれあれあ、戻った戻った戻った戻りました。あれちょっと待ってください、ちょっと待って、あ、やばい、え、え、え、充電なんだろう、事故った、順調に来てたのに、あれえ、ちょっと待って、ちょっと待って、あ、ライトが消えたの。え、ライトも、あれ、あれ、ライトが消えた。ライト大事、ライト、あれ、ライトも消えた、あれ停電、停電、あ、着いた、あよかった。え、何が起こった？いや、今気づいたら充電してたと思ったら違うコードのセンサーしてました。あ、それはやばそれはやばい、危ない危ない、よかった、でもセーフ。もうそれで、あのフォーレットさんの、うん、オトハさんっていうメンバーがいるんですけど、うん、そのメンバーのポーズが可愛いなと思って最近なんか、あ、写真撮ってるところで、いいね、こうこうこうあ、じゃあこれでいこうはい、スクショ。ノイミキでもノイミキティでもノイモンスターでもいいんでタグ付けしてください。指がちゃんと開かない。90度にした方が正解ってことだよね、これ。あ、違うのか。90度。こうか。90度だよね。90度。いや、これも指が長い方が入るんだろうな。でも、ほんと指短くて。今日、私、この間から指出ちゃってますから。それは。はい、皆さん、撮れましたか？載せてくださいね、ちょっと。最近あのなるなる様のポーズができたらしくて、なんだっけな、こうこうなんだけど指がさ短すぎてこう腰下ないとなくな、あ、長い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 、指が私ちょっと短くてさ、なんかストライクマークに見えないんだよね、太くて短いからもう最悪。あ、レキちゃんは綺麗にできてる。そう、なんかさ、なんかでなるなる様がやっとても長いじゃん、立ってる、なるなる様のポーズだし、そう、なるなる様やるとね本当にこう綺麗になるんだけど、マジ、確かなるみさん指なんか全部が長い気がする。長い長い長いあと萌香ちゃんのポーズもさ、これあれも指長くないと無理だよね、なんかこんな確かに四十肩なんだけど肩上がんないからさ最近あの萌香ちゃんのポーズやってとか言われない、お客さんに。
あ、でも、あんまりないかも。あ、なんか私やるんだけど、こう上がんないから、こう前に頭がこうなって。そのこう指出る気も嫌なんだよね。でもゆいちゃんの声が一番やりやすい。やりやすい。これはいいわ。これは全然いい方だ。そう、乙葉さんの、なんかめっちゃイケメンで、いや、多分惚れると思う。男なんだ。いや、女です。女なんだ。イケメン系女子好き。イケメン女子です。で、声もめっちゃいい。ボイス。調べよう。おすすめ。ハマりたい。ほら、今、推しがさ、卒業しちゃったから、その間の、まあ、復活したらまた押すけど、その間の推しを。その間の推しを、ぜひ埋めてください。乙葉さん、え、絶対でものいちゃんと推し活したら絶対楽しいね。え、推し活したい。一緒にしたいもん、推し活。推しの存在って大事だよね。いや、もう大事。もう私ゴリゴリに推すタイプだから、ね、なんか本当大事。すごそう。出待ち。そうそう、出待ちも出待ち入り待ち、なんだろう、当たり前みたいな。しかもずもう迷惑行為しかしないから私も。出待ち入り待ち撮影行為みたいな。やばい。出待ちとか入り待ちさすがにだってファンの人でいないじゃん。私大迷惑だよね。やばいやばいやばい。できになっちゃう。できになっちゃう。お仕事大事でも。推し活したい。推し活ちょっとよ、一緒になんかアイドルとかでも、うん、一緒に推し活してみたいです。なんかアイドルの掛け声とかも、なんだろう、全力でやるタイプなんで。で、声めっちゃでかそう。タイガーファイヤーとかもすごい通りそう。いや、めっちゃ言います。もうその人に聞こえるまで叫び倒します。ちょっと今度ライブも行きたい。ライブも行きたい。行きたい。私声ちっちゃいからさ、全然届かないんだよね。めっちゃ頼もしい。ぜひぜひ。危ないそう。いや、本当にコロナ早く収まってほしい。いや、本当にもう、あの、ねえ、お仕事できない。いや、書いてある推しは尊い。そうですね。尊い。うん。あ、すごい。あ、ニンニンポーズ。小池咲プロのポーズ。ニンニンもやりやすいけど、なんかよく手がわかんない。こうなの？こう。突っ込むんですか？こう。あ、こう突っ込んでるな。突っ込んでたんだ。ニンニン。突っ込んでるかな？突っ込んでないから。こう。でも、ここだと離れちゃいますもんね。ああ、そっか。これ繋げないといけない。突っ込んでる。そう、さきちゃんこれだもんね。これはやりやすい。あ、さきちゃんこれか。うん。そうね。みんないろいろポーズあるんですね。やっぱ写真撮ってもらえる機会が多いから、ポーズあると便利だよね。いや、確かにのいちゃんすごい。真剣に。これ超簡単じゃん。これ。だけどみんなやっぱね、こうなっちゃう。みんなね、横とか見てると、のいちゃんポーズしてって言うと、横でこんなこんななったり、若干違うね。はい、パーリーしてこうです。めっちゃ簡単。まあできてない人はこれ覚えてください。でも本当、もうなんかノイちゃんのやっぱそのポーズはもうノイちゃんにしかできない。本当に。え、でもこれ男もやりやすくない？こうなんかそんなにキビキビじゃない。しーちゃんのこれとかやっぱ恥ずかしいんだよ、みんな。あ、確かにこれはできない。うん。いや、すごい。推しは大事。推しは大事。大事。うん、すごい。コメント来てるけど、もう、行かない。オセロのコメントが気になって、ずっとオセロの情報見ちゃう。オセロの黒いよ。このインハレーションは事故率ほんと高い。事故った。いや、私も久しぶりに事故りました。あんまり M2 モンスターは事故んないの？ M2 モンスターって基本なんかミサトが事故るんですけど、
あ、事故るんだ。ツッコミなのに事故るんだ。ミサトがなんか壁紙が落ちたりとか。え？落ちたりとか、なんか多分電源切れたりとかが多いんですけど。なんだろう。まあ私が事故るとしても、事故はね、あんまりないかも。ちょっとなんかノイエ怖いね、なんか事故ないと事故らせて呪いの部屋やば。呪いの部屋あードーンもあったね。ドーン最初私このねドーンだったのポーズ。え、ドーンでなんか起きたんですか？なんかやっぱ PD が初めて出るときに、あの次回予告でこうみんなタッチした後に画面になんかやるときになんかポーズあった方がいいなって思って、で私ギャンブル好きで、あのパチンコ好きだったから、その時あの渡辺さんルズマンにハマってて、あの暑い時にドーンってやるよね。暑いのパクリなんだけど、それでドーンってやったね。あ、なんか怖い怖いアニメだったよね確か。そうそう。ドーン。あのアニメは怖い本当に。ね、なんかちっちゃい頃見ててなんか見れなかった、こうなんかずっとこういう風に見てた記憶がある。そんなに怖いかな。そこ。どういうことかじゃないか。あれいいね。みんなが不幸になる話。あれ山ちゃん、剣心見てた。今日はレア配信だね。ありがとうございます。映画見てたのかな。映画とかはミキちゃん見るの？ルロニケンシンもやってる。映画とか、いや映画もあれなんですよ、私上地雄介好きで、その上地雄介が出てた映画しか見なかったですね、すごいなんか一途さがすごい。一途なんですよ。上地雄二、上地雄介、雄介ヘキサゴンとか出てたと思うんですけど、上地雄介。あーあー微妙な感じ。あー、カトリシンゴとかそういう系じゃない？違う。いや、ちょっと違う。カトリシンゴとかオリエンタルラジオのあのチャライホとか、なんかみんなそういう。うん、違うか。いやでもその3人が同系統だとしながら違うかも。違う、こうニュンってなってる。あ、この人が好きなんだ。なんか一番最初にその人のことが好きで、あ、そっからどんどん浮気癖がちょっとまあついちゃって。あ、浮気じゃ、顔浮気して。いや、ゆうすけ、そう、最初にゆうすけ、なんか俳優いやいや、自分で彼氏になってる。さすが、お仕事、迷惑行為。もう妄想が多分広がっちゃって。の時は、俳優業してる時はすごいかっこいいなと思って、もう、小学校6年生ながらもうめっちゃ惚れてました。あ、そんな昔からだったんだね。結構でも、おバカ系の。そうそう、バカ系の、で俳優で、まあ、今歌手やっててみたいな感じ で途中韓国入ってきちゃったから、あ、そこで、まあ、ちょっと K-POP に染まっちゃって、自分の推しが脱退しちゃって AAA に行ったんだけど、 AAA もよくわかんないことになっちゃって、今推しがいない。あ、戻らないんだ。戻らない。上地雄介には戻らないんだ。もう戻らない。戻らない。あ、もう探そう、一緒に探そう。探しましょう。面白すぎる。上地雄介。あ、じゃあ本当に映画、映画見ないんだね。私今日本当は午前中ちょっと空いたから映画見たくて、クレヨンしんちゃん毎年見てるから、見に行こうって思って調べないで行ったらやってなくて、まだ。コナンはやってたんだけど、まだ、調べてから行けばよかったんだけど。やってなかった。いつも4月にやってるよなっていう感じで。ショックやった。コナンとかも見ない。あ、しんちゃん見てる。しんちゃんはでも、YouTube でたまに見たりする。映画とかは見ない。わぁ、見ない。あ、鬼滅の刃とか今流行りの。
もう見てない。あ、アニメも見ないのか。それアニメもドラゴンボールは見てました。ドラゴンボール。そういう、ワンピースはせめて。もう見てない。やばい。待って、それ多分でもアニメ見たらアニメにハマりそう。アニメに推しができそう。できる。会えないから。ちょっと推し一緒にちょっと推し探しの旅しましょう。でもとりあえずハイキュー見てほしいな。ハイキューイケメンいっぱいいるからなんか推しできそう。お、ちょっとあれなんですよ。イケメンとちょっと面白い担当の子がいればちょっと多分推しちゃうかもしれないです。あ、ちょっと面白い系がいいのか。面白い。あと黄色い子がいれば黄色い子は無条件で担当されます。あ、色も大事なのに。色も大事。あ、じゃあツッキー。あ、ツッキー面白くはないからね。ハイキューは見てほしい。スポーツアニメって結構共感できる。とこが多いから、自分も試合でこうだったなとかこう、キャラのこう感情移入がすごいできるから、ボーラーはハマりやすいと思うんだよね。おー、じゃあちょっと見てみます。ハイキューをちょっと見てほしい。あ、シゲニャンもありがとう。さっきまでボーリングしてて遅くなったニャンペコです。ありがとう。ニャンペコ。おやまちゃん2回目。国母プロ、宮崎プロのコスモレーンってどんな感じのレーンでしたか？覚えてますか？とだったかな、てんてんてん丸です。コスモレーンいろんなとこ行ったのに。あ、じゃあコスモレーン、宮崎プロのコスモレーン貝塚さんだと思うんですけど、一、うん、回あのチャレンジマッチでお伺いしたことがあって、おでもなんか打てなかったイメージがあります。ウッドで打てなかったイメージがあります。間違えてたらすみません。ウッド基本的に好きなんですけどね、なんか好きなイメージ、でもなんか打てなかった記憶があります。難しいとこっていうことですね。ぜひアニメで推しよう。そうです、ちょっと推し、お仕事。でも会えないから、でも次会った時とかこうリュックにもう全面にこうカンバチとかついてたなんかすっごい濃そうだから押したらそうなりそう。いやでも確かに押すと本当に、ま、人間だと多分私人間押しちゃいけないなって自分でも感じてます。あっちゃん会いに行っちゃうから、会いに行っちゃうしもう突撃インタビューしちゃうんで。アニメだと会えないから確かにいいかも。そう、でも多分もう画面越しでめっちゃキュンキュンしてるかもしれないです。あー怖い。次ファイテンじゃなくてもなんか画面全部アニメの子なってるかもしれない。あなただけ押してますみたいな。やばい。あ、のいちゃん天皇賞は買いますか？競馬で、競馬も一緒に行きたい。ピシャットプロは一回強制連行したことあるんですよ。でも競馬もすごいギャンブルって感じじゃなくて、すごい食べ放題とかおしゃれなところで食べながらちょっと見るって動物園感覚できるから。おお。カラオケも行きたいし、そうカラオケも行きたいし競馬も行きたいし、もういろいろお仕事もしたいし、いろいろしたい。ちょっと日程決めましょう。ね、本当。あ、もう58分早い。お、早いですね。いつの間にか、もうあと2分。すごい。グッズ集めに走りそう。ね。でも意外とグッズ集めないんですよ、私。あ、あ、その推しの現実の人のグッズも集めないの？わあ、そうですね。なんかペンライトとかはもうバリバリ持ってくんですけど。すごそう、なんかこうやって。もうバリバリこう持って、ってやるんですけど。まあでも買うとしてもタオルぐらいです。あとなんか缶バッジとか、なんかワッペンとか、なんかマフラークッションとかあるじゃないですか、クッションとか。うんうん、あ、クッション？クッションか。っていうのも何も買わないです。そういうのは買わないです。もうペンライトとタオルぐらいです。部屋でその人を埋めたくはないんだ。わあ、しないですね。ああ、会いたいんだね、とにかく。会ってこい。もう会いたい、認知してって感じです。あ、認知されたい。
あ、もう23時だ、早い。じゃあ最後、握りじゃんけんで。はい締めてもらいたいと思います。できるかな。はい、皆さんも最後、じゃんけんの準備お願いします。せーの。おにぎりじゃん。じゃんけん。じゃんけん。ぽい。ぽわっ。おぉあいこだ。スクショタイムです、最後に。目つぶし。これもチョキ。むいちゃんポーズ。盛りだくさん最後に。さあ、どこが、どこが、これもチョキだ。チョキ多いな、チョキポーズ。チョキ。6つ。わざわざ。はい、皆さんありがとうございます。はーい。バイバイ。バイバーイ。